越谷貨物ターミナル駅は埼玉県越谷市南越谷2丁目にある日本貨物鉄道の貨物駅である武蔵野線所属武蔵野線開業時に貨物の拠点駅として設置された武蔵野線工事市によれば敷地面積は17万6000平方メートルであり当初将来的な貨物取扱量は年間240万トン 1>, 1日あたり、貨車720両と計画された。また開業時、駅北側の流通団地と駅とをレールで直結する将来計画があった。入り口から見た、港内本線の北側に沿って 2km ほどの港内を持つ地上駅。本線は、港内の西端、東端からは高架線になり、当駅部分のみが地上にある。駅の南側から上下本線。 着発線4本、仕分け線、コンテナホーム1面1線、1面3線、1面1線、有害車用、ホーム1面1線、保守車両基地の順に並んでいる。2番目のコンテナホームは一部が切りかき機、ホームとなっている。2 0線、仕分け線と着発線は、吉川駅方面へ伸びる、引き上げ線を介してつながっている。また、上下本線を挟んで、 電流線が2本設置されており、夜間の南越谷駅終着列車が当駅まで改装され留置、翌朝の南越谷駅始発列車となる。駅舎には営業窓口の JR 貨物越谷営業所や貨物列車運転士及び旅客列車乗務員の共用仮民室が併設されている。駅本屋の施行は三井建設。 星ヶ谷貨物ターミナル駅の鉄道配戦略図を表示するには、右の表示をクリックしてください。複数の路線から集まる貨物列車が通る武蔵野線上にあるため、複数の運転系統の列車が停車する。以下は2014年3月15日改正時点のものであり、専用貨物列車の停車はない。JR 貨物 HD300 系ハイブリッド機関車が担当している。 校内を横断する愛用入り京あたり駅の上を、埼玉県道115号越谷や潮線、地下に指導が通っている。当駅の北側に流通団地があり、物流関係の倉庫が立ち並んでいる。ありがとうございます。